こんにちは、速稼塾の久保です。5年間毎日行っているドル円の相場解説なんですけども、今回はすごくね、珍しい垂直トレンドとも言えるような、こうね、極端なトレンドが来ましたので、そちらの方をちょっと紹介したいと思うんですよ。プラスですね、これ、私の相場解説がピシャッとね、うまく合いましたんで、大きな利益が取れたと思います。3つの動画に分けたのをギュッとね、1つにまとめてお届けします。結構ね、いろんなね、相場解説のエッセンスが入っていると思いますので、まあね、FX 今勉強中の方は永久保存版で今回の動画を見ていただきたいと思います。で、まとめましたんで、第1部、第2部、第3部という形で、これ時間的にはね、48時間ぐらいを凝縮してるんですよ。で、相場解説の通りに次の動画ではそうなってますよねってことをお話してますんで、よくわかると思います。今回の動画を教材とするような形で、ぜひね、ご利用いただければと思いますんで、今回公開させていただきます。それでは画面切り替えます。どうぞ。おはようございます。速稼塾の久保です。3月4日の相場解説になります。時間は6時49分ですね。いつもより1時間ちょっと遅れての放送になりますけども、まあよろしくお願いします。昨日はですね、横ばいに入ったところを私が予見したんで、エントリーはせずにブレイクを待つという、そんな体制で1日を過ごすことにしました。その後一体どうなってるでしょうか。それではちょっとね、切り替えて画面の方をご覧いただきたいと思います。はい、デイリーの方はですね、相変わらずの急騰ぶりでですね、もう右肩上がりが凄まじいですね。やっぱりここで1月20日あたり、バイデンさんが就任した時に、これは倍の方に変わるんじゃないかなっていうふうに感じたのが正解でした。あそこでね、この大転換のこの予兆を感じたことが、全ての1月2月の利益につながってますね。このたまに働く感っていうのがね、本当あだ名取れないんですよ。右肩上がりがぐーっとトレンドを形成してますよね。こういうふうにね、まさにこうまっすぐこう来てるわけですよ、ね、でドーンと跳ね上がって、上のラインについたら下に行って、下のラインについたら上に行っていくってことを繰り返してるんで、ものすごく取りやすい。これはね、来年の今頃は私は往復便って取れてると思います。でも今回はバイっていうふうに流れを、トレンドを感じてますんで、もうね、バイのエントリーしか相変わらずしないですからね。で、これが慣れてきたら、バイのエントリーも、その全体のトレンドがバイなのに、セルでも取るってことができるようになってくるんですよ。ここね、セルでも取ると、そうすると私の利益率っていうのは倍になるわけですよね。ですからすごいね、来年、まあ来年って今年中にやってもいいんですけどね、見通しが明るいなと思ってます。まあフォーメーションを引けると本当いいですよね、こういうふうにね。はい、次ですけども、これは高値切り上げ、安値、切り上げを皆さんね、お話した通りでございます。こういうふうに赤い線すでに引いてますね、こういうね、ビューッと、はい、でこういうふうになっていると。で、移動平均線も同じです。こんな感じでね、移動平均線も線を引いてくれてますね。まあ言うことないですね、これね。じゃあ一体横ばいに入ったところがいつブレイクするのかっていうところで、私は黄色いボックスを作りました、昨日。これです。で、昨日は N 字を書いてってお話したじゃないですか。で、下に行こうかなと思ったら、ここから上に行って、まあブレイクとも言えなくもないんですけど、ここはもうちょっとブレイクしたような感じがありますけども、今後はですね、こちらですね、もう107円に入ったということで、以前からお話している106円、107円の方向に向かいますが、実現したわけですよ、ね、ずっと私がね、いや後付けじゃなくてずっと言ってたでしょ、106円、107円の方向に向かうって。で、バイデンさんが就任した時に、これ105円の方向に向かいますよって言ったのも、これもうね、あそこから105円に向かうよ、106円に向かうよ、107円に向かうよっていうふうに、3円方向性を私は指し示して、それがこう実現してるわけですよ。これで利益が取れないわけないですよね。ですので、私の相場解説見てる方、結構利益今年はね、取れまくってると思いますよ。とは言いながら、エントリーする度胸がなければ、なんとなく話は分かるんだけども、エントリーはしてないんだよね、もしくはエントリーしたとしてもロットが 0.01 なんだよねにとどまってると思います。だからね、精神力の打破ってのは本当に大事なんですよ。どんたに順調にいってる投資でもビジネスでも、この精神力が揺るぐと、もうあっという間にね、取り損ねとかね、負けに転じるんですよ。だから結局はね、精神力の勝負ですよ。どこまで行ってもビジネスでも恋愛でも人生でも精神力ありきです。私はそういうふうに思ってます。ノウハウとかテクニックが先行するんだって方はね、ちょっと私とは考えが合わないかもしれないですね。私はね、絶対に稼いでやるっていうふうな精神力が根底にないと、稼げるわけないじゃんと思うんですよ。いちいち誰かのせいとかね、これが悪かった、あれが悪かった、運が悪かった、
教え方が悪かった、受け取れない自分の生まれが悪かった、こういうふうになるわけですよ。そうじゃないと、与えられた自分というものをいかに生かしてですね、最大限の結果を残すか、これしかないですからね。もう与えられたものは変えようがないんで、その与えられたものの中で最高マックス、それが資産1000万円を残せるのか、1億円を残せるのか、もうそれはね、個人差があるんで仕方がないです。それを受け止めるしかないです。ただほっといていい目に遭うことはないですからね。ちょっとね、マインドセットみたいな動画になってきましたね。はい、ちょっと画面切り替えましょう。ということで、これからの方向性なんですけども、107円が主戦場となるというふうに考えていけばいいと思います。相変わらずの右肩上がりのトレンド、一旦はね、レンジに入りました。その時はエントリーしてもしょうがないんで、本当に1日待ってよかったと思います。今日はまたね、バイでエントリーを再開しようと思いますので、ロスカットを食らうまでね、私はね、これからもバイに向かっていこうかと思います。それで本日は以上です。ありがとうございました。速稼塾の久保です。今日はバイでエントリーするっていうふうに申し上げました。調子のいい時も悪い時も、こうやってね、毎日動画解説をしながら、そして予測を明確にしながら、振り返りを絶対にするように繰り返していくと、絶対に力つきますよ。私はね、5年やってますけども、最初の1年は1回もプラスにならなかったですからね。でも2年目に食い込んで、3年目をやって、4年目をやって、今5年目です。もうさすがにね、5年間これだけ真面目にやったら、まあ負けないですよ。それはご覧いただいてたらね、わかると思います。もうね、感無量ですよ。1年目のこと今でも忘れません。何日連続なんだろうね。だから1500日とかやってるんでしょうね、きっとね。今日も相場解説していきますけども、バイでエントリー取れたんでしょうか、どうでしょうか。4時間から見ていきます。それでは画面を切り替えますので、どうぞ。はい、こちらが4時間ですね。黒でつけますよ。もうお分かりだと思いますけども、高値が切り上がって、安値が切り上がってますよね。ですんで、トレンドは上昇に向かってます。そしてここ上昇トレンドの中でも、陰線と陽線が入り混じって、ちょっと不安の残る右肩上がりですけども、そこから一旦ここね、調整して、調整なのかどうか分かりませんけども、一旦下の方に下がってですね、勢いをつけて、あとはほとんど陽線ばっかりの強い上昇トレンドができてますよね。もうね、赤三平って言葉がありますけども、赤十平ぐらいになってますね。移動平均線も、もう思い残すことなく急上昇してます。で、107円のフェーズはこれによってですね、もうかなり硬くなったんじゃないですかね。ネックラインを引くとすれば、もうここですよ。レジサポを超えて、もう107円圏をしっかりと作ってると思います。ここまでですね、以前から私お話していた、確か1月の末ぐらいにお話していた106円107円の方に向かうよは、全て実現したということで、1月の月締めのですね、相場解説もここによって完了ということにさせていただきます。2月の相場解説ももう完成したと言っていいと思います。で、3月はですね、引き続き上昇トレンドを維持すると思いますので、まあ110円とかはね、さすがにいかないと思いますよ。途中で横ばいに入って、長い横ばいに入ると思います。横ばいというか、揉み合いとかね。だから108円ぐらいで釣り合うんじゃないかなと思います。ただこれはね、わかんないです。何の根拠もありません。なんとなくそう思うだけなんで、これは当てにしないでください。ただここまでのところはうまくいったよってことですね。はい、大きな利益をいただきました。そして1時間足なんですけども、ボックスを書きましたよね、黄色いところです。そのボックスが新しくなりました。現在こちらの方にボックスがあって、このボックスもぶち破りそうですね。もう完全にボックスというよりも上昇トレンドを書いてますから、もう躊躇なくバイの方を、継続すればいいんじゃないですかね。私セルをね、考えたなんて一瞬もないですからね。ここで横ばいを、昨日横ばいに入りましたっていうふうなお話をして、ブレイクした方向にね、バイの方だと思いますけども、エントリーするよってことで、バイでエントリーした方は全員取れてると思います。まあこの辺でね、ヒゲが出てますから、一旦ロスカットは食らったと思いますけども、その代わりこちらの方で一回利確できてるポイントもあると思いますんでね、引き続きバイの方で行くよというふうな、まあ躊躇なき私のね、107円券という言葉を当てにしていただいた方は、おめでとうございますということになります。はい、今日の相場解説は以上ですね。朝お話したことがこれで夕方実現して、私もですね、もうちょっと粘ろうかなと思いますけども、イグジットして、今日もね、大幅な利益確定を完成させようかと思います。ただ私ね、 FX ね、こうやってドル円ずっとやってきて思うんですけど、私が始めた当初、
一昨年とか3年前とかなんですけども、マタフっていうサイトを見てね、あのポンド円とかユーロドルとかね、いろんな通貨をされた方いると思うんですよ。そしてそれを私に勧めてくださった方もいると思うんですよ。今どうですかね、どうなってますかね。私はドル円1本でもうここまでのスキルを手に入れました。ドル円1本です。でよそには、確かに価格幅があるんで魅力的だったんですけども、全くいかなかったです。マタフも教わったんですよ。通貨ペアも教わったんですよ。でも私はそちらの方に行かずにドル円だけでやってきました。結果どうだったですかね。他の通貨ペアでされた方、マタフを見て一番通貨の動きの強いもので、毎日いろいろ考えてされた方、ちょっとそちらの方もどうなったか今ね気になるところなんですよ。それでうまくいってれば本当に言うことないんですけども、どうなんですかね。やっぱ私一人かもしれませんけども、相場感って一つの通貨ペアをずっとやるからつかめるんじゃないかなって気がするんですよ。いかがですかね。それでは本日は以上です。おはようございます。速稼塾の久保です。今日のドル円相場解説なんですけども、3月5日の4時54分になりますね。ずっとね105円、バイデンさんが1月20日に就任してから105円の方向に向かうよと言って105円を達成しました。その後も私は106円107円の方向に向かうよというふうにお話しして、まあ、今に至るんですけども、まあ昨日ですね、107円をもう割ることはなくなったというふうに申し上げました。その後今ね夜が明けてみるともうすでにね108円直前になってますよね。その辺も絡めて今日はですね週足の方から順番に見ていこうと思いますんで、お付き合いくださいませ。じゃあ画面を切り替えます。はい、これが週足ですよね。週足はどういうふうに私が線を引いてきたかもうご存知だと思います。横にバーッと引きますよね。でこの横線というのは何で生まれたかというと、ヒゲ先に跳ね返って上の方に行く、ヒゲ先に跳ね返って向こうの方に行く、ここではヒゲではなくて変装的なんですけども、実線が跳ね返って上の方に強く戻しました。ドーンとね落ちたと思ったらドーンと上がったわけですよね。これすごかったですよね。もうだいぶ前のことになりますけども、そっからというものをこういうふうにね、陰線と陽線を交互に繰り返しながらずっとセルの方向に向かってきたわけです。そして現在倍の方向にぐっと変わりましたよね。で今強い、陽線がどんどんと2本出てますね。言ってみればこちらのフォーメーションをブレイクしてからというものを強く上昇軌道に乗ったということになります。ここね。でこれが週足ですよね。ここまで強く倍の方でトレンドが出ていましたら、今後もですね基本的には倍戦略になるというふうに思いますね。次がデイリーなんですけども、もう強いですねこれ、こういうふうに下がってきていたんですけども、1月20日はここら辺ですよね。こっからもうね転換して倍の方に入っていったわけですよ。ぐーっと。そして倍の角度がここに来て急角度になりました。すごいですね。移動平均線ももう迷いなく垂直に近い形になってきましたね。引き続き倍の方で攻めていきます。現在107.859です。1日前2日前と比べるとものすごい角度になりました。でだから倍で行って全然損はないと思うんですよ。昨日の相場解説の後もこれからも倍でしょうかっていうふうに聞くんで、これね16時ぐらいだったと思います。これからも倍でいいですよっていうふうに一言だけ返信して、その後いろいろとねリスクヘッジする点を付け加えた、そんなメールを送った方がいましたけども、あの方はね昨日いいタイミングで入りましたよね。倍に入っていて 0.03 で入るとか言ってましたけども、まあでもねものすごいピップスが経験できたと思います。今はご覧いただいているの4時間ですけども、横ばいに入るよって言ったのがここですよね。本当に一瞬と言いますか一時期のことでした。そこまではこういうふうにね陰線と陽線を取り混ぜて上昇トレンドにあったわけですね。その前っていうのは陽線だけの上昇トレンドだったじゃないですか。ここに似てますよね。陽線だけの上昇トレンド、この黄色い箱をブレイクしてからというものをものすごい勢いで垂直に近い勢いで上昇してますよね。移動平均線見てください。迷いなく上の方に上がっていってます。はい、では1時間の方に行ってみます。今日はどんなエントリーをすればいいのかなってことが出てますね。おとといの話ですけども、レンジに入りましたよってことと、昨日はこういった箱を、ちょっとこれはね朝の相場解説で言わなかったんですけども箱を作りました。その後ブレイクして
大きな流れがこうドーンと来たんですけどね、私はこれエントリーしてません、すいません。まあちょっとね、昨日メールいただいた方にはポロッと話したんですけども、冷やしの方でデイリーの方でね、長期のバイを私ね、1月20日以降かけてるんですけども、それがえげつない利益になってます。今年はどうしてもね1000万オーバーしたいんで、こっそりとデイリーの方でもポジションを持っていたんですよ。そのぐらい私はバイ一辺倒に向かうことを確信してました。あれから3円動いてましたね。3円ですよ。3円動いたらすごいでしょ。あとは計算してください。ちょっとね、顰蹙買いそうなんでいくら買ったかって言いません。で、今後なんですけども、迷いなくバイの方で入ればいいんじゃないかなっていう、ただそれの一言です。このまま108円に乗っかってね、109円に行くかどうか分かりません。私はね、108円でおそらく買いが利確にあってですね、横ばいに入るか、そこからしばらくなだらかな売りの方に、セルの方に向かうんじゃないかなと思ってます。もちろんこれ押し目になる可能性が非常に高いんで、倍の流れが終わったってことはないですけどもね、週足でも確認しましたけど、でも1時間足でやる分には、エントリーする分には108円に入ったらそろそろロットをね半分決済するなり弱めた方がいいかなと思います。大きく下にね押し目を作る可能性がありますので、利確のタイミングになるんじゃないかなっていうふうに今までの経験からね予測します。まあ、これは考えすぎになるかもしれませんけども、一応予測してリスクエッジしておきましょう。ロスカットラインを設けてくださいってことですよ。だからこれからエントリーする方は107円のね785あたりにロスカットラインを置いて、あたりにですよね、107円の785ぴったりに置いちゃダメですよ。切り板ってあんまりいいねロスカットラインじゃないんですよ。切り板は多くの方が意識しますんで、その前後がなかなかいいんじゃないかなと思います。107円の785あたりにロスカットラインを置いて、あとはねバイでエントリーすればいいんじゃないですか。テイクプロフィットラインはこの際ね、まあ、3対1でいいと思いますけども、あえて置かないっていう作戦もありますよね。伸びるだけ伸ばすみたいな。その代わりこれはね、ちゃんと目視で裁量決済できる方に限ります。自動決済をご希望の方は、やっぱりリスクリワード 3.1 なり 2.1 で、ちゃんとテイクプロフィットラインとエントリーポイントとロスカットライン、この3点セットでいってください。はい、今回いかがだったでしょうか。しっかりね、利益取れてると思います。なんせ1月20日から私倍くらいしか行ってないですからね。倍しか行ってないんですよ。105円に向かう、106円、107円方面に向かう、これほどはっきりした相場解説と相場方向の示唆をしながらエントリーしないっていうのはちょっと勇気がまだないということなんで、精神鍛えていかないといけないなっていう第3番目のフェーズになってきます。第1番目は覚えること、第2番目はトレーニング、第3番目はエントリーする勇気ですね。やっぱこれがね、やっぱり精神力がね、最も大事なんですよね。では本日は以上です。引き続き金曜日ですね、今日はね、しっかりと利益取っていきましょう。倍だけで取れると思いますけどもね。はい、以上です。